コスプレラブ。リーズちゃん大好きベロベロ。あれどういう感じで終わったっけ？あれよ、なんだったっけ、あれよ。あれじゃ。イベント前日の夜、寝落ちしとって起きてら、えらい目に当てた、みたいな感じで終わっとったんじゃ。そして、そのえらい目とは？え？何この状況？じゃあ、接続形式でよー。いや、抱いてるやん。もう抱いてるやんか。寝る直前のこと忘れとるだけでさ、寝る直前で抱きしめた状態で寝方こうならんからな。起きた状態こうなってないからな、お前ら。これ、恋人やん。もう恋人らしい抱きつき方しとうもん、こんな後ろからガバって腰のあたり手回してさ、自分でも驚くくらい一気に意識が完全覚醒した。目を開くと最近よく見かけるようになってきた綺麗な髪の毛が視界いっぱいに飛び込んでくる。千代さん、いや、夢の中でも俺のことを思ってくれてるわ、この子。寝てる？思わず呼んでしまった名前に返事をするかのように、彼女の口から俺の名前が漏れ出てきた。でも、発声はかなり不明瞭で、寝言だというのが一瞬で理解できる。ただ、俺、なんで千代さんを抱きしめながら寝てるんだ？知らんわだ。そんな寝る直前に何かなかったらこんなことならんわ、お前。この状況に至るまでの記憶が全くなくて、混乱はますます強くなってしまう。飲みよったんか、なんかお酒飲みよったんか、宅飲みしよった状態でからこうなったみたいな感じになってるな、お前。でも、腕の中に感じる華奢で柔らかな感覚が、これが夢ではなく、事実だと教えてくれる。うん、外れよって思うね、こっちからしたら。千代さんから、いい匂いがしてる。シャワーでも浴びたのだろうか。でも、千代さんは私服のままなんだよな。いつの間にか、寝床ギーでも、俺も部屋に常備されていたので、寝るつもりなら着替えているだろう。となると、寝落ちした？うん、おぼろげだけど、記憶が少しずつ蘇ってきた。おいおい、どんな感じがあったんだよ。どんな感じの行為やってたんだよ。俺はイベントの準備と確認をしている最中に、いつの間にか寝てしまったのだ。じゃあ、千代さんは？と考えるが、近くに完成済みの衣装が片付けられずに転がっているのが見える。あ、完成してから寝たんで、これ。やりきったところで力尽きたってところなのかな。うん。途中で眠気覚ましのためにシャワーも浴びた可能性もある。どうして俺が抱き枕のように彼女を抱きしめているのか不思議だけど不思議で済ますなお前、そこは不思議で済ますなお前、まあこうなったもんは仕方ないやみたいな感じのことじゃないぞお前、ここまで来たらお前。千代さんが潜り込んできたってよりは俺が無意識に抱き寄せたって感じかな。胸とらお前、さては性欲の根拠だなお前、無意識に抱き寄せたって。普通は無意識にでも抱き寄せないもんなんだよ。そう考えると、とても恥ずかしい。そうだ、恥ずべきだぞ、お前。一回警察に逮捕してもらえ、わいせつ罪。わいせつ罪で。しかも、現在は、千代さんと体が密着しているのだ。さっきから感じるいい香りとか、腕やら胸から感じる柔らかな感触とか、意識してしまうと、やばいことになってしまいそうだ。いや、だって、この体勢だと、チュウさんのお尻が、俺の腰のあたりに押し付けられているし、赤いやつ、赤いやつ、普通に赤いやつや、お前、それは、お前。体勢的にもう、なんか、やべえわ。何がとは言わんけどさ、察してください、やべえわ。
ダメじゃねえんだよな、お前。ね、トラブルの襲われてる女の子じゃないんだよな、お前。うん、日頃から両親からどんなことされてんだお前は。コスやめたくないでラメはおかしいだろお前。何か夢でも見てるだろうか。明日というかもう数時間後だけど、そこで結果を出さなければいけない。そのことにプレッシャーを感じているのかもしれない。明確な期限はないけれど、だからといって次の機会があるとも限らないし、一日でも早く両親にコスプレのことを認められて、何の気兼ねもなく楽しめるようになりたいだろうしな。よしよし、ジョーさんは頑張ってるよ。俺がジョーさん、ちゃんとジョーさんの頑張りを見ているからな。少しだけ強くジョーさんを抱きしめる。髪をなびくように頭を撫でると、くすぐったそうに身をよじった。ああ、なんか何この甘酸っぱい感じのベタベタ感は。寝てるだけに警戒心もないけど、あどけない表情だ。いつもの綺麗な凛とした様子は何を潜め、代わりに可愛らしさが前面に出ている。新たな千代さんの魅力を見た気がして、心臓がうるさく騒ぎ立てる。意外と甘えん坊なところあるんかもしれませんね。こんな綺麗な女の子とお付き合いをしているんだよな。俺今日だって実質お泊まりして一緒に寝ているような状態なのだ。あれ、そう考えるとすごい興奮してきた。間違えた、緊張してきた。まあ、興奮もしとるだろ。どうせ興奮だってしとるだろお前。特に胸トラの下の胸トラがなピンピンしとるからだろうな。ジョーさんを抱きしめて密着している。男としてどう考えても危険だ。だからといって離れるのも難しかった。ぐっ、下手な動きを見せたら間違いなく起こしちゃうよな。じらりと時計を確認するが、まだ寝ていても問題はないだろう。改めて荷物の整理や確認をするにしても、遅れないだけの時間は確保できる計算だ。少しでも体調を整えるために千代さんにはギリギリまで寝ていてもらいたい。ただ俺がこの状況に耐えていれるかわからない。次の日寝不足になったんかな、興奮のしすぎで。ある意味これは生き地獄だ。天国ですよ、俺がその立場だったら天国ですよ。チュウさんの体ペタペタ触り放題なんでね。あなた左手もうちょっと上に来たらおっぱいあるんですよ。あなたもうちょっと下にしたらお尻あるんですよ。太ももあるんですよ。腕の中で調査が小さく目白ぎをする。むにゅんと柔らかい感触が俺押し当てられているが、必死に平静を装う。我慢我慢。何この寸止め状況、何だこの寸止め状況お前。え、切なげな感動的にも感じ取れそうな吐息が割り出した。いや、このゲームさ、音楽ついてる官能小説なん。文字の使い方がまさに官能小説のそれっぽい感じがあるんよ。なんかちょっと近い位置でそんな吐息を漏らされて、再度心拍が心臓が跳ね上がる。し神道密着。普通だったら使わない言葉第一、神道密着。どういう意味かわかりません俺には。いや、強さを抱きしめていられるんだから役得ではあるんだけどさ、俺は天国と地獄を同時に味わいながらひたすら時間が過ぎるのを待つことになるのだった。これなんて天国。ああとうとう来てしまったんですね。来てしまいましたよ、ビッグイベントが。寝とるかな胸とら、お前ちゃんと寝れとるんかお前。目の下にクマないんかな。で、喋り方もこんな感じでさ、さすが日本最大のイベント、人数が半端じゃなく多いな。
巨大なイベント会場に到着し、俺たちは驚きと共に周囲の様子を確認する。いや、大学生時代に一般参加客としては何度か来ているのだ。でも今回はコスプレでの参加。俺自身がコスプレをするわけじゃないけど、見える光景が違っているような気がする。この中でコスプレを披露するんですよね。建物でっかいな。大丈夫かい？はい、このイベントには初めて参加するので驚きと戸惑いは大きいですけど。ああ。ネトラさんが一緒ですから大丈夫です。やばい、リースちゃんが先輩が一緒ですから大丈夫ですって言ってるような感覚じゃ。それならよかった。強がりだとしても自然な笑顔が浮かんでいた。緊張はしていても飲まれていないようで、そのことにほっと胸をなで下ろす。更衣室の場所は大丈夫？コスプレ登録証は忘れずにね。荷物は有料クロークで預けられるかもしれないけど、この込み具合だからね。できるだけ俺が扱うようにするから持ってきてほしい。はい、ありがとうございます。ですけど。ですけどなんだ。やっぱ俺の寝不足ってところを千代さんにバレてるのか。見破られてるかな。ネトラさん、心配しすぎですよ。え、私だって小さなイベントに何回か参加して経験も積んでいるんです。勝手が大きく違っていて戸惑いもありますけど大丈夫です。ほんまに？今日は何か忘れてないかい？あ、胸ドラさん、ブラジャーつけ忘れてきました。しゃがって思うけどな。興奮しまうから気持ちのせいにどうすればいいねってなるから、こっち。千代さん、ダメだな。これじゃあ俺の方が緊張しているようじゃないか。逆に押し付けなければいけないって立場なのに。わかった。じゃあ事前に打ち合わせた場所で待っているから、千代さんは気合をしっかりね。列ができていて少し時間がかかるかもしれませんが、なるべく早く戻ってきますね。うん、じゃあ頑張ってマイエンジェル。はい、胸トラさん。手を恋人つなぎのように絡ませ微笑み合う。もうさ、こんな感じで自然な流れでさ、恋人らしいことやゆるからな、こいつら、お前ら。そして着替え意識を持って移動する千代さんを見送り、俺は改めて会場を見渡した。しかしやっぱり大きなイベントは一味違うな。今まで参加してきたイベントとは規模が違う。一般参加客としてお気楽に参加していたときは視点が違うが、圧倒されるような迫力がある。なあ、あの話は聞いたか？さっきあっちで雑誌の取材を受けてる人がいたんだってさ。マジで？わあ、私が声をかけられたらどうしよう。そういうやつは大体来ないんだよ。さすがにそれはないだろう。でもスミックルームちょっとこっと乗せてもらえたらいいよな。ここ雑誌が低い。ちっとお世話のコスプレイヤーがそんな会話をしながらの通り過ぎていく。やっぱり取材は来てるんだな。以前インターネットで発見したあのコスプレサイト関係の人だろうか、それとも別の何らかの特徴を組んでる雑誌だろうか。そのどれだとしてもジョーさんが取り上げられれば目標としている明確な成果として示すことができる。でもな、どれくらい目立てば声をかけてもらうんだ。これがパワープロだったらさ、そのスカートのおっちゃんを追いかけ回してさ、いろいろ見てもらえばさ、どんどんスカートの評価が上がったみたいな感じで文字出てくるんですけどね。 SNS を始めてはいいが、まだそこまでの知名度はない。一応、今朝の段階で千代さんが最終決戦コースで参加するって告知はしてあるけど。来た。そうじゃ、最終決戦コースだったな、今回。新しいコースっていうのがさ、これまで以上なレベルの高いコースが見れることでしょう。千代さんが来たら、改めて撮影開始って告知もしておかないとな。それも、無事に千代さんが着替えてこられたのの話だ。何？着替えるに左手失う時とかあるんか？そんなやべえコスプレしてるのか、お前。来た頃には体の一部消えてたみたいな感じの、やべえブラックボックスが積まれた衣装なんか、お前。準備は万全なため、
以前のようにビッグ用のネットがないなどのトラブルはないと思うけど。ネトロさん、お待たせしました。来るぞみんな、刮目。ああ、千代さん、無事に着替え終わった。わー、あの、どこか変なところでもありましたか。おせえさ、何この気品あふれる感じ。でもそれでも胸はボロンって出てるんだね。うん、 TA ってさ、その女の子に対しての8雷とかなんかどう考えてるかね。この最終決戦仕様の衣装がさ、こんなむ上乳ボロンとしたんってどうなんかね。これ暴れ最終決戦の激しいって書いてさ、胸がこぼれてもどうすればいいですかね。俺背中すごいもんついとるな、この天使の羽みたいな。コスプレブース内に入ったからだろう、リースちゃんウィングと千代さんが呼んでいた無駄に大きな翼を装着した姿で現れた。飛ぶんか、リースちゃん飛ぶんか。その純白な姿を見て俺は言葉を失ってしまう。前回が闇落ちだったけんさ、それとのギャップがすごいな。確かにこれは最終決戦にふさわしいような感じの神々しさを感じる。ごめん、つい見惚れちゃったよ。家で装着しながらポーズの練習していた時にも思ったけど、すごく似合ってる。 ありがとうございます、ネトラさん。すげえな。この衣装でどういう戦い方するんだろう。飛ぶんだろうな、やっぱ。原作ではさ、翼があるんだからさ、翼があるのに飛べずにいるんだみたいなさ、生き物係のエールみたいな話じゃないだろうお前。まさに今の千代さんは天使と呼んでもいいんじゃないだろうか。まさに今の千代さんは天使だね。エンジェル、マイエンジェル。実際にそう言ってみると手だようにはみかんだ笑顔を見せてくれる。もう言い過ぎです、ムネトラさん。それに今の私は天使じゃなくてリースちゃん最終決戦バージョンですよ。<Yeah. S 2> いえ、最終決戦バージョンのリースちゃんは天使と言ってもいいと思いますけども。そうだろうな。じゃあ千代さんもエンジェルでいいんじゃない。恥ずかしいので確認してください。今ので恥ずかしがっとったらさ、この後何万人って人が見るんやで。お前のこと写真も撮られるんやで。テレビで姿もとても愛らしい、可愛らしい。とはいえ、いつまでも千代さんの姿をめでているわけにもいかないか。それでコスチュームは万全ってことでいいのかな。それなんですけど、背中部分とかは自分では確認できなくて。そうよな、背中結構いろんなもんついてそうやもんな。胸トラさん、撮影の前に一通りチェックしていただいても構いませんか。わかった、そういうことなら任せて。今日のおっぱいの弾力はと。この衣装はかなり豪華なだけあって、一度着てしまうと自分では全身をチェックしづらい。大きな姿見があればいいけど、イベント会場にはそのようなものはないし、あっても混雑してのんびりチェックしていられない。リースちゃんウィングはどうでしょう。ちゃんと接続されていますか。接続って言い方されてるからな、なんかエヴァのアンビリカルケーブルかなんかかって。そっからエネルギー蓄えに送り込んでんのかみたいな。問題はなさそう。できるだけ軽い素材で作ったけど、重くないかい。さすがにちょっと重いですね。左右のバランスが取れているので気になるほどではありませんけど。これがさ、長時間コスプレしようよったら、どれだけ体に疲れを蓄積していくかが勝負やな。ちゃんと休みだよ。ポーズを取りに行ってる時はバランスに気をつけてね。はい、わかりました。まっすぐに立っている時は気にならなくても、体を預ければ途端に負担になるだろう。その負担は簡単に体力を奪うので、ちゃんと注意しなければならない。あー、諸刃の剣なんやな。自分をちょっと豪華に見せるために必要なウィングではあるけど、同時に体力を奪ってしまうモロハの剣やな。最終決戦仕様やけん、そういうモロハの剣的な力を使ってもおかしくないかもしれんけどな。原作的には。暑さに関してはどうかな。
そこは一番に気をつけた場所ですから問題ありません。まあこんだけ肌が出とんやけんさそれで暑いはちょっと通らんぞって感じちょっと恥ずかしくもあるのですけど、風通しは格段に良くなっていますから大丈夫です。でしょうね。そっか、それなら大丈夫そうかな。この最終決戦衣装も闇落ちリースまでじゃなくても露出はかなり多い服装だ。ただ今回はボディファンデーションなどの使い方を工夫している。胸元や下腹部はちゃんと覆っているけど、腕や足はかなりの範囲で地肌になっているのだそうなんじゃ。ってことは結構胸の境目から肩とかそのあたりにかけては実際の肌なんじゃ。全然境目がわからんな。脇腹も実は地肌になっていた。え、じゃあ脇腹ツンツンしてたら、くすぐったいです胸トラさーみたいな感じになるの。俺は胸トラだったらツンツンしちゃうね。ツンツクツンツンツクツンツンツクツンツクツン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 ツクしすぎてさ、モーニング娘。のプロデュースした人の名前何回も何回も呼ぶことになるからな、お前。彼氏としては少しでも千代さんの肌を他の人に見せたくないところだけど。そうなんですか。そういうところを意識するな、お前。彼氏面すんな。まあ、彼氏なんやけど。今までそんなこと言われたことがありませんでしたけど。ここに来ていきなりちょっと大胆な発言出てきましたね、お前。うん、あまり独占欲がひどいと言われるかなって思っていてなかったからね。え、うちに秘めとったんじゃ、独占欲。それに千代さんがコスプレ好きなことを知っている。それを規制するようなことはあまり言いたくない。イベントに参加する場合は露出が多いと NG なため言う必要もあまりなかったんだけど、ともあれ衣装は完璧だと思うよ。俺は彼女の背中を軽く押すようにして双太鼓判を押す。腕輪を含め細かい装飾品も一通りチェックしたけど、こちらも問題なし。本職としての面目跳躍超わからんけどってやつだ。さすがのクオリティだからか、もう他の人の注目を集めてるみたいだね。注目ですか。あ、遠くから見よんじゃ誰か。うん、千代さんにも聞こえないかい。さっきから遠巻きにこちらを気にしているコスプレイヤーやカメラマンの人たちがいる。千代さんの様子に目を奪われる人。リースの最終決戦バージョンの衣装だと気づいて簡単な声を上げる人。衣装のクオリティを目の当たりにして目を輝かせている人。参加者が尋常じゃないほどに大量にいることもあって TA を知っている人もかなり多いようだ。もう存在感がさ、溢れとんだろうな、この時点で。もうそこに他にたくさんのコスプレイヤーいようとも、その中でもより一段目立てるような感じの存在感がみんなに目を奪わせてるんだろうな。ひそひそと千代さんのことを噂している人もたくさんいる。すでに千代さんを撮影することに決めて、こちらの準備が終わるのを待っている人さえいるようだ。すごいな。こんな宣伝もせんでもさ、みんなが認めてくれよんやな、周りが。さっき他のコスプレイヤーさんが話しているのを聞いたんだけどさ、こちらの予想通り取材の人が来ているみたいだね。どうした。すでにいい感じに注目を集めているし、向上してうまく目立つことができれば。千代さん、なんだろうか。千代さんの体がびくりと震えたのが見えて、俺は彼女の顔を覗き込む。どうしたどうした。こんなすごいいい体、下半身またすごいね、あんた。いや、下半身の露出よ、お前。闇落ちリースの時よりはちょっとマシになったんかなと思ったけどさ。やべえ、肌色の部分なんか逆に増えとるような気がするのは何だろうな。お腹周りが出とうけんか。あれ露出減ったんじゃなかったっけ。なんかむしろ増えとるように見えるんだね。だろう、
怯えてんのか。顔色が悪くなっていた。立ち尽くしたまま体をこわばせて引きつったような表情を浮かべている。たくさんの人に見られて、目標というかそういうのができてプレッシャーを感じたんだろうな。慣れとるとは言ってもやはりそういうやらなきゃみたいなことが現れたらどうしてもプレッシャーに感じるんだろうな。もしかして体調でも悪くなったのかな。辛いんだったら無理はしないで一旦休んだ方が。違うんです、その私。え、まさか見られたら興奮するタイプなんですみたいな感じで言うだろうな、お前。まさかのドアイモ発言。急に体が動かなくなって。ああ、やっぱりプレッシャーとかの方やな。体が寝不足だからか、それとも貧血でもなったとか。さっきまで普通にしていたこともあって急な変化に戸惑ってしまう。ジオ、なぜ動かん。ジオ動け、なぜ動かんみたいな。パスティバスシロックみたいな。ゼータ最終回や。ゼータガンダム最終回みたいになってる。しかし何にしても無理はさせられない。とりあえず一旦ここから離れようか。こっちの準備が終わるのを待っている人たちには悪いけど、座って休める場所に移動しよう。いい感じのスタートダッシュを切れそうだったので残念だけど、強さの体調が最優先だ。背中の翼は外すよ。待ってください。大丈夫です。ほんまか。今ここで頑張らないと今まで胸トラさんとしていたことが無駄になりますから。千代さん、ここでしっかりと撮影して雑誌の取材を受けて掲載されて、そうしないともうコスプレができなくなるかもしれませんし。ぎこちない笑顔を貼り付けながら千代さんは固い声色でそんなことをつぶやく。握りしめられた手が小刻みに震えていた。これは緊張してる？いや、慣れてきとるとはいえさ、でかい舞台、しかも目標を背負っとるんやけどさ、緊張せん方がなかなかおかしいと思うんやけどな。図星だったのか、再度その体がびっくりと震える。むしろ小山田が緊張しなさすぎだったのかもしれません。そうか、そうだよな、この状況で緊張しないわけがないか。すでに何度かのイベントを参加をしているとはいえ、それはどれもが小さなものだった。取材が入るような大きなイベントで、しかもこれほどの人たちから視線を受けるのは初めての経験だろう。何より今回はコスプレで成果を出すためにも失敗はできない。それがいつも以上に千代さんを蝕み獅子を絡め取っていた。千代さん、こればっかりは千代さん自身が克服しなければいけない。俺にできることといえば萩橋の言葉を送ることくらいのことだろう。出るのか、勇気の TA のセリフが。でもそれでも俺の言葉が少しでも千代さんの励みになるのであれば食べられることはなかった。ああ、でも自分の言葉で励ますこともできるんか。こちらセーブメニュー、こちらで待って。そうだ、こういう時ぐらいはさ、自分の言葉で励ましてもええんじゃないかな。緊張するのは仕方ないよ。俺だってこんなに注目を浴びれば家でも緊張するから。緊張していないのは中心ではないからに他ならない。コスプレの中心はあくまでもコスチュームと、それをまとったコスプレイヤー本人なのだ。衣装や装飾品作りに協力しても、そこには明確な線引きがある。それに千代さんには今後もコスプレを続けられるかという別方面からのプレッシャーもあるのだ。俺じゃあ肩代わりできないし、そう辛さは共有もできない。でもさ、
支えることはできると思うんだ。固く握りしめられていた手にそっと自分の手を添える。そう手を撫でながら少しでも緊張がほぐれるようにと指を開かせていく。ジョーさんにとってヒイラギリースはどんな女の子かな。私にとってのリースちゃん、おそらくさ、リースちゃんに会って緊張する場面はあったはずないよ。先輩勇気とかの役に立てたいって思って身を必死に動かしてきたことだろう。それと投影してみれば今の状況ってまさにリースちゃんと一緒かもしれんぞ。それは以前にも喫茶店で熱く語られたことがある。時間や空間さえも超えて羽ばたくような自由さ、信念を持って困難に立ち向かっていく強さ、そういうものを持ち合わせている可愛い女の子。それが具現化したか、そのリュースちゃんウィングなのかな。うん、じゃあ今の君は何なのかな。ハッとした様子で千代さんは大きく目を見開いた。今の千代さんにはリュースのように羽ばたける翼がある。作り物だけど俺の渾身の作品だ。困難に立ち向かう強さは、うん、TA の主人公ほど頼りないと思うけど、支える人間だっている。何より、千代さんは俺にとってめちゃくちゃ可愛い女の子だ。胸トラさん。ちょっと、まんざらでもない顔になってきましたね。合ってるだー。千代さんの顔が赤らむのを見て、少し嬉しくなってくる。いやあ、こんなことを臆面もなく口にしている俺も相当恥ずかしいんだけどさ。今はあまり難しいことを考えなくてもいいよ、千代さん。できる限り俺がフォローするし、周りの雑事も全部どうにかしてみせる。千代さんは今はヒイラギリースの最終決戦バージョンなんだから、それを思いっきり楽しんでくればいいと思うよ。難しいことを考えるから緊張するのだ。背負っているものまで全て捨て去って楽しむなんてことは難しいと思う。でもここには俺がいる。荷物の半分ぐらいは一時的に引き受けることもできるんだから、存分に頼ってほしい。だから千代さん、性格の渾身の衣装を楽しんできてくれ。今だけはさ、自分のためだけにコスプレやってきな。というか、俺に動くリアル最終決戦リースを見せてほしい。はい、見ていてください、胸トラさん。そして決戦場へ赴くのです。この歴史改変の号をここで終わらせるため、ヒイラギリース。参ります。完全に立ち直った。コスプレが楽しくて仕方ないという笑顔を浮かべた千代さんが何の言を挙げて俺から離れていく。これから撮影を開始します。皆さんよろしくお願いします。撮影をする皆さん順番にお願いします。列の最後尾はこちらです。俺も黙って見ているわけにはいかない。軌道に乗るまでは列整理などを手伝って人の流れをコントロールしなければ周囲の迷惑になってしまう。迷惑になるほど人が来ないって可能性もあるけど、どう頑張れよ胸ドラも。こういうところでサポートするのがお前の役目やぞ。お前ポーズお願いします。はい、こちらこそお願いします。お触りさせてください。はい、お触り1回5000円ね。やめて、そんな商売すんなお前。何お前そんな商売してんだお前。おい。許可取ったんか千代さんに。お触りどこまでいいん、お触り。胸一回2万円でも俺出しそうな気がする。おいだったら。あ、最後尾のお札は私が持ちますよ。いやー、この前も別のイベントで拝見しましたけど、リュースちゃん可愛いですね。ありがとうございます。ぜひ可愛さそのままに写真を撮ってあげてください。
今までのイベント参加で多少はファンがついたのか、 SNS の宣伝も良かったのか。いや、今のあの最終決戦リースのコスをまとった千代さんの魅力も大いにあるだろうな。おい、この子な、俺の彼女なんじゃ。いいやろ。撮影の滑り出しは想像していたよりも上々のようだ。あまり人数が多くなるようだったら列から囲みにするべきだろうけど、その判断が難しいな。俺も千代さんもこんな大きなイベントにコスプレ側で参加するのは初めてだ。そこがネックにならなければいいけど。ありがとうございました。すごく良かったです。何よりその胸の弾力が触ったんだ。お前、こちらこそ可愛く撮ってくれてありがとうございました。勝手に触ったな。お前、SNS に写真を載せて拡散してもいいですか。はい、ぜひ。私も SNS をやっていますので、よろしければそちらもチェックしてくださいね。おっぱいのドアップだけはやめとけよ。お前、顔を写せよ。ちゃんと顔を写った写真しとけよ。お前、きっとなんとかなるだろう。少しずつ伸びていく列や笑顔の強さを見ながら、失敗大失敗だけはなさそうだと胸を撫で下ろすのだった。なんかフラグかな、フラグかな、なんかやばいこと起きる前触れかな。千代さん、そろそろ5分の休憩を入れて。撮影中だったカメラマンが千代さんにお礼を言ったタイミングを見計らい、少し離れたところから声をかけた。はい、次の方申し訳ありません、5分休憩に入りますので少しお待ちください。千代さんは順番待ちをしていた人に頭を下げ、ほっと疲れを吐き出すように息をつく。水分補給を忘れないようにね。塩タブレットもあるからこっちも。ありがとうございます。なんだか慣れてきたこともあって、最初とは違って絶好調な感じです。胸虎さんがいなかったらまた休憩のタイミングを見失っていたかもしれません。そうかもしれない。特に今回はめちゃくちゃ疲れそうな、その背中の翼があるからな。俺はそのために控えてるんだしね。撮影をして開始してからすでにそこそこの時間は経っていた。地獄的にはイベントの中盤くらいってところだろうか。ペース配分を考えれば悪くない感じだと思う。でも待機列は順調に伸びているのに、本命はなかなか来てくれないね。あ、記者の方か。仕方ありませんよ、こちらからはどうすることもできないですし。この会場のどこかに雑誌の取材をしている人がいるはず。来てくれればいいんだけどとは思うが、千代さんの言う通りこちらからは何もできない。そろそろ5分ですね。ではまた行ってきます。うん、頑張って。先ほどまで口をつけていたペットボトルを受け取り、撮影へ戻っていく千代さんを見送る。さあ、ここへオークションを始めます。今足形まで水木千代が口をつけていたペットボトル、こちらにあります。こちら5000円からオークションスタート。では撮影を再開します。お待ちの人どうぞよろしくお願いします。さて、俺はまだしばらく裏方だ。受け取ったペットボトルを片付けながら邪魔にならない場所へ。裏方はあって表に出ることあるんかな。ちょっと、これはどういうことなのよ。突然の怒鳴り声と千代さんの驚いたような声に、俺は慌てて振り返る。何何？あなた方の列が邪魔で私の撮影へ阻害されてるの、どういうつもり？あのごめんなさい。どこかで見たことがある格好をした女性が千代さんに怒りを向けていた。お？っていうかあのコス、あリースちゃん VSルベーラー女子、いや TA の敵役、そうだ、見たことがあって当然だ。 TA に出てくる時間犯罪組織幹部のルベーラのコスプレ、
TA の最終決戦で敵として出てくる幹部のルベーラ。くしくも最終決戦バージョンのリウスと戦うことになる因縁の相手で。デキスティードルぐらいに因縁に因縁を重ねてくるな、お前。しかも、あのコスプレをしている女性、どっかで見たことがある。多分、情報収集しているときにコスプレ系のサイトで見かけたんだと思うが、名を知られている有名コスプレイヤーだろうか。はあ、まったく、今日は主催の人が会場に来てるっていうのに、アドのせいで台無しよ。私の計画をどうしてくれるつもり？どうすると言われましても。有名コスプレイヤーに怒られ、千代さんは困ったように眉間を寄せていた。おろおろと所在なく視線をさまよわせている。しまったな。列が伸びているのは気づいていたけど、完全に油断していた。というか、経験が不足しすぎていて、そこら辺の判断が甘かった。どこかのタイミングで、かかみでの撮影にするべきだっただろうか。それとも、列整理が甘かったか。くそ！どうすることが正解だったのか、さっぱりわからない。あ、一つ、いい感じに、この場を収める方法を俺、思いつきました。コラボしてみればええじゃん、お前ら。だったら、二人で並んでなんかやればええじゃん。そしたら、二人に囲むコスプレイヤーたちが、周りを囲んでパシャパシャパシャ。相乗効果。圧倒的相乗効果。ただ、調査のことはこれ以上放っておくことはできなかった。助けを求めるように、千代さんの視線が俺を捉える。ドット、どこ見てるのよ？ちゃんとこっちの話を聞いてるの？千代さんの態度に業を煮やしたのか、有名コスプレイヤー、いや、ルベーラでいいや。ルベーラでいいや。ルベーラ女子が手を振り上げた。チッ。そんな状況で、さすがに傍観なんてしていられない。というか、やばい！間に合わない！来なー！バキッと何かが折れるような音が聞こえてきた。俺は自分の初動の遅さを心の中で罵りながら、二人の間へとなんとか体を割って入る。ちょっと待った。それはさすがにそれはアウトだろう。何をあなたは。ネトラさん。あ、なんかいいシーン、これも。ルベーラ女子の手をつかみ、千代さんを背中にかばうようにその前へ立ちはだかる。そんな俺に二者二様の反応が向けられていた。俺は最終決戦バージョンのコスのリウスの個人的な知り合いです。さすがにその振り上げた手は無視できませんから。悪いけど介入させてもらいました。暴力を振るったのは、発作的な行動だったのだろう。俺の手を振り払うようにして、ルベーラ女子は焦ったように少し、後ずさった。とりあえず、これ以上の短慮は起こさないでくれているようだが、まず、列に関しては謝罪します。俺たちは大きなイベントは初めてで、列整理とかに慣れていなかったので、ね、ごめんなさい。ご迷惑をおかけしました。何を、しおらしそうに。こちらが迷惑をかけたなら、そこは素直に認めて謝罪するべきでしょ。ましてや、自分たちが足りないことを自覚しているんですから。ね、千代さん。はい、ご迷惑をおかけしました。俺に追従するように、千代さんも頭を下げる。って、ちょっと待って。その頭の飾り、破損してる？ S だ！さっき、ルベーラ女子が手を振り下ろした時に当たったのか？一瞬動揺してしまうが、何度かそれを飲み込んだ。それも一大事だが、まずは先にこの状況をどうにかするべきだ。その上で言いたいことがあります。何や。アダの写真をネットが見たことがありますし、有名なコスプレイヤーなんですよね。だから噂になっている雑誌の取材とかが気になるのはわかります。俺たちも最終的な目的はそこなんだし、他の人だって目指していても不思議ではない。ましてや知名度的に俺たちよりもよっぽど近くにいるのだから。でも、
だったら、そのような短期は逆に問題があるんじゃないですか。先達としてのご忠告であれば、俺たちは喜んで聞き入れます。迷惑には謝罪もします。ですが、先ほど手を挙げたのは、あれだけはいただけません。そうだぞ、そうだぞ。さすがに感情になってさ、ムキになるなって。あなたには、リースの頭飾りが見えますか？あ、視線が千代さんに向かい、顔をあざめてしまっていた。千代さんはすでに破損に気がついていたのか、痛々しげな表情で顔を伏せてしまっている。あなたが有名なコスプレイヤーなら、雑誌に取材されるのを目指すようなコスプレを愛する人なら、これだけのクオリティの衣装を用意するために、どれだけ千代さんが情熱を傾けたのか、それを感じ取れないわけがない。ごめんなさい、私、そんなつもりじゃ。いえ、過ぎたことですから。でも、自分のしたことが分かったのだろう。ルベーラ女子は慌てた様子で千代さんに頭を下げる。とりあえず、これでもう大丈夫だろうか。すでに異色粗発な危機的雰囲気ではなく、周りにいたカメラマンら一般参加者たちも、自給した空気が流れてくる？というか、なんか周りから聞き捨てならない言葉が聞こえてきた気がする。なになに？今もリスちゃんをルベラ女子からかもうし、原作最終話のあれ話のあれでは俺勇気と扱えてるまあこんなところまで原作再現みたいな感じになってるやんお前。わあ尊いわー。あの人どうして勇気先輩のコスを着ていないの？着ていれば完璧だったのにやめろ、主人公自身をコスプレの世界に持ってくるなお前。いや俺はね、原作のシーンに絡められているんだがしかも俺に向かって撮影をお願いしてきそうな雰囲気さ違う、そうじゃないんだとりあえず残りの問題を片付けないとな。千代さん、頭を置く飾りをこっちに。ちょっとあなた何をする気？おっと、千代さんじゃなくルベラ女子の方が反応したようだ。罪悪感があるのか、随分と気にしているようだ。俺の本来の仕事をするだけですよ。ネトラさん、治りそうですか？数分ってところかな。あ、そんなに簡単に治るんじゃ。数分で生きるんじゃ。手早く状態を確認し、千代さんにうなずき返す。幸い、これくらいの破損ならば、念のためにと持参した道具ですぐに治せそうだ。この場所で、その手の作業をするのは、マナー違反かもしれないけど、その数分ぐらいは見逃してほしい。と、これでよし。千代さん、つけてみて。どうでしょうか？ごめん、どこがどうだったかちょっと覚えてないんやけど。おでこの部分のやつかな？が、なんかちょっと、なんか増えたなーって思うけど、そこだったっけ？大丈夫そうかな。まだ乾ききっていないから、激しい動きをすると危険かもしれないけど。嘘！もう治ったの？ルベーラ女子も驚いているようだ。でが、自分の腕がこういうタイミングで役に立つと、腹筋しながら嬉しくなってくる。さあ、千代さん、長いこと撮影を中断してしまったし、再開しよう。はい。まだ時間は残っている。幸い、先ほどの騒ぎが多少の注目を集めたのか、周りにいる人たちの数はトラブル前よりも増えているようだ不幸中の幸いどこじゃないなお前。ピンチをチャンスに変えてしまってるな。これこのタイミングで囲み入りでの撮影に変更しようか。さすがに列をさばくのが難しそうだ。そうですね。ですけど、ずっと並んで待ってくださってた方はどうしましょう？最前列中央とかいい場所を優先的に確保してもらうしかないんじゃないかな。申し訳ないけど、そこは納得してもらう以外にない。ちょっと待って、お詫びってわけないけど、私も手伝うわ。え、コラボですか？ほんまにコラボするんですか、これ。囲みでの撮影は初めてなんでしょ？だったら、経験者の助言があった方がいいと思うの。いいんですか？ありがとうございます、ルベーラ様。役名で言うんじゃないわ。さ、そう思って、
別にいいか。それでリュースちゃん、これはよかったらでいいんだけど、せっかく2人とも TA のコスプレ、最終決戦のコスプレしているんだし、合わせとか合わせでとか、いやかしら、ほんまにコラボやる。ぜひお願いします。コスプレ仲間増えた。クイズ感ばかりの反応を強さが見せる。トラブルはあったものの、ある意味でこれは望んでいた同行の死が誕生した瞬間なんだもんな。さーて、そのと決まればグズグズはしていられない。これより最終決戦のリュースとルメラ女子の合わせで撮影を開始します。俺は千代さんたちに代わって声を上げ、カメラマンの人たちを囲みの形に誘導していく。私、あ、来た取材カメラマン。私、雑誌社のものなんですけど、囲みでの撮影に参加させていただいてもよいでしょうか。え、ぜひ加わってください。予想外の声を書きをさせされて、俺はとっさにそう答えていた。急に事態が動き出した気がする。声ならきっと全てがうまくいく。俺はルベラ女子とポーズの打ち合わせをする千代さんをちらりと見て、そんな期待を膨らませる。やったぜ。え、終わりだこれ。待って、終わり。終わった。え、こんな終わり方なんじゃ。その後取材が来て、親にも認めてもらってみたいなエプローグないん。え、こんな感じでエンディング流れるん。待って、予想してないってこれ。え、今回最終回かい。マジでか。当然すぎる。待て、当然すぎるわお前。びっくりした。え、こんなスパッとした終わり方でええんじゃん。この後のことちょっとお気になるけん、このエンディングが終わった後にどうなったかってちょっと見せてほしいな。この手のゲームってさ、エンディング、エンドロールが、スタッフロールが終わったらさ、その後ちょっと、その後の展開見せてもらえることが多いけんさ、この後、どんな感じのを見せてくれよ。どんな感じになったのかっていうのを。親御さんの話もさ、まだ、どうなったか聞いてないやけんさ、それはご想像にお任せしますではちょっと終わらさんぞ、お前。にしてもさ、最後いきなりさ、なんかトントン拍子でうまいったな。なんかしやけどトントン拍子で最後うまい行きすぎよったな。何があったんてぐらい。ああ、天国にいる勇気先輩も見ていてくれたんでしょうかね。いや別に死んどるわけじゃないし、そもそも、作品の中のキャラクターやけんさ、生きるも死ぬもないんやけどな。そう思うときもします。天国から見守ってくれてるんだと、ゆうき先輩が天国から見守ってくれてるんだろうということで、そういうことにしときます。勝手に俺はそんな感じで、コンフィチュール。このゲーム、ちょっとなんかこれまでやってきた同系度のゲームに比べれば展開が早いっていうか、スパッと終わったな。恋愛中心っていうよりはさ、コスプレに勤しむ女の子を見守るような感じのゲームだったなって感じがする。甘酸っぱいというよりはそういう青春的、やっぱ続きがあるわ。よかったすごいです。はいはい。千代さんが興奮した様子で飛び込んできたのが十数分後前のこと。部屋で仕事をしていた俺は、ついそんな彼女の様子に苦笑してしまう。もう、何度もその話は聞いてるよ。雑誌にデカデカと特集されていたって言うんだろ。そうですけど、ネットラさん、なんだか冷めてませんか？それは何回も聞いたらさすがにさ、もうええわってなるわ、お前、そりゃ。いや、会場で雑誌社の人に声をかけられて、名刺までもらっていたからさ。高確率で掲載されるんだろうなとは予想していたから。すでにあの大きなイベントから数週間が経っていた。あの時の興奮はすっかりと収まってしまい、とっくに日常に戻っているのだ。
千代さんが興奮しているところはすごく可愛らしいと思うけど。しかし水星のように現れた期待の新人コスプレイヤーか、随分と持ち上げられたね。そうですね、おかげというのか SNS のフォロワー数もすごい勢いで増えているんですよ。へえ。例のコスプレサイトでも私のことがデカデカと特集されていました。おっぱいに集中してられてないかな、大丈夫かな。あの、今最もホットなレイヤー10人の紹介ページで一気に10位以内にジャンプアップですよ。大躍進だな、それ大躍進すぎるな。瞬間変な声が漏れてしまいましたよ。変な声、どんな声だったん。気持ちはわかる、あの扱いはさすがに俺も驚いたし、後で分かった顔だけど、取材に来ていた雑誌社はそのコスプレサイトとタイアップしていた企業だったらしい。なのでその両方で大きく特集されているのだ。さすがに雑誌もコスプレサイトも無断で千代さんの写真を使うわけではないため、事前にこちらに連絡があった。あのイベントだけじゃなく過去に参加したイベントの写真もあれば提供していただけませんか、なんて。俺が反応冷めた反物だというのなら、それで事前に知っていたからというのが大きい。でもこれで千代さんの目的は果たせそうなのかな。これ以上ない結果だと思うけど。そうですね、申し分はないと思います、ね、これでダメっていう親がおったらさ、じゃあ何ってなるよ。じゃあ何、このままコスプレで食っていけるほど稼いで、それでお前ご両親に楽させればええみたいな。実はそこまでいかんかったらあかんみたいになる。それを通じたボランティア活動にもお誘いをいただいているんですけど、それもアピールすれば説得できると思います。そこまでか。いえ、絶対に説得してみせます。むっと拳を握り、可愛らしく気合を入れてみせる千代さん。その顔は成功を確信しており、俺まで気分が浮き立ってくる。そっか、最初はどうしたものかと思ったけど、無事にコスプレを続けられることになりそうなんだね。これも全部宗虎さんのおかげです。ありがとうございました。まだ許可を勝ち取ったわけじゃないんだし、俺を言うのは早いよ。いいえ、言わせてください。きっと宗虎さんがいなかったら途中でくじけていたと思いますから。大好きです宗虎さん。大好きです。そうなんよな、このゲーム最後の最後で付き合うとかじゃなくてさ、もう付き合ってるからな、途中で。千代さん。ねえ、なんかいきなりさ、前触れもなくキスしてくれくれんな、お前。千代さんの方からお礼と顔を寄せてきた。唇が触れ合わされ、色めかしげな吐息が燃え出してくる。見てるこっちもドキドキしてるわ。お前、俺もだよ。いつもキスするたびに千代さんのことをもっと好きになっている気がする。嬉しいです。俺たちは見つめ合い、もう一度キスをする。ずっと気がかりであったことが解消できそうだけどか、この日の千代さんはとても甘えん坊なのだった。そして、さらに数日が経った休日の昼。ああ、今日も今日とてコスプレ。わ、衣装的になんかみんな TA かな、これ。では、合わせて撮影を開始します。よろしくお願いします。あ、決まってるね、これ。このポーズ。大胆なこのポーズ。お願いします。無事に両親の説得に成功した千代さんは、小さなコスプレイベントに誘われて、堂々と参加していた。その説得と同時にお付き合いさせていただいておりますっていうさ、一言入れた。あの千代さんと揉めたルベーラ女子からのお誘いだ。人脈増えてるほんまに。先日お詫びということで千代さんとの連絡先を交換したらしく、そこから交流を持ち始めたらしい。そして急遽 TA の作品合わせてイベントに参加しようという話になり、千代さんは時間放課の制服で参加したというわけだ。戻っていた原点回帰したな。ルベーラ女子はやっぱりルベーラのコスなんだな。好きなんだろうか。千代さんはリースだし、
こだわりがあるのかもしれない。ちなみにこのコスプレイヤーさんはいろんなシリーズの衣装を着ていて、とても華やかで目の保養になっていた。全員の露出がエグいんじゃ。あの次はこのポーズを撮ってみたいんですけど。レースちゃんの決めポーズね。となるとルベーラとしてはこうかしら。仲良さそうに話してる。じゃあ私はこれかな。はい、よろしくお願いします。みんなすごい、TA のただのコスプレイヤーじゃなくてさ、 TA の集まりやけんな。これ楽しそうに撮影に参加する千代さんの姿があった。その姿に少し感慨深くなってくる。そういえば最初に俺に声をかけてきたのってコスプレに理解のある TA 好きの同士が欲しいからだったっけ。イベントに参加してみたのはいいけど、そういう友達はできなかったのだ。でもその目的は既に達成できていると思っていいだろう。そうやな。その時の条件に合う相手が今では周りにこんなにいるのだ。そう考えるとちょっとだけ寂しく感じるな。もう公の千代さんじゃないんだって。雑誌やコスプレサイトで特集された効果だろうか。有名コスプレイヤーでもあるルベーラ女子がいるのもあるけど、今日は最初から囲みで撮影している。千代さんがどこか遠くに行ってしまったと感じても不思議ではないだろう。だからといって俺がどこを言うつもりはない。せっかく両親から許可を取り付けたコスプレを満喫してるんだし、精一杯楽しんでほしいからな。今日はすごく楽しかったですだろうな。メトラさん、コンペの準備でお忙しい中付き合ってくれてありがとうございました。うん、これが彼氏の務め。俺もいい気分転換になったし、気にしなくていいよ。いい笑顔を浮かべている千代さんをたっぷりと堪能できていたしね。もう何を言っているんですか。恥ずかしいことを言わないでください。恥ずかしいならそんな顔をしないでください。俺の軽口に千代さんはほんのりと顔を頬をあからめた。夕焼けのせいだろうか。絶対気づいてるだろ、お前。夕焼けじゃないだろ、お前。お前、ポクネンジンか。ここへ来て、お前、いきなりポクネンジン出してくるな、お前。いつも以上に赤く見えるその顔に、俺はなんとなく見惚れてしまう。そうだ、ムネトラさん、少し寄り道して帰りませんか。このまままっすぐに帰ってしまうのが、もったいない気分で。わあ。うん、いいよ。ちょっと河川敷にでも寄ってみようか。千代さんの提案にうなずき、俺たちは並んで行き先を変更する。気持ちいい風ですね。なんか雰囲気良さそうな感じ。風で髪をなびかせながら、千代さんはちらりと俺を笑顔を向けてきた。そしてそれだけ心配そうな表情になる。ああ、何これ。今日のお誘いは本当はご迷惑だったのではありませんか。まあ、何このほんま恋愛ゲームみたいな感じのイラスト。え、どうしたの急に。そのイベント会場にいた時からあまり表情が優れないようだったので。ああ、見られていたのか。チョウさんには何も言う気はなかったんだけど、どうやら表情に出してしまっていたらしい。うかつだったな。でもそこまで気づかれていたなら、一人ごまかしても納得してもらえまい。大したことじゃないんだよ。ただちょっと寂しいと感じちゃってさ。寂しいですか。おお、なんかライトノベルの挿絵っぽいな。うん、もう千代さんは俺だけの千代さんじゃないんだなって。俺の言葉が意外だったのか、千代さんからすっとんきょうな声が漏れた。それが妙に可愛らしくて、俺はつい笑ってしまう。笑わないでください、ムネトラさん。ごめんごめん。もう急にムネトラさんが変なことを言うから変な声が出ちゃったじゃないですか。むくれたようにほっぺたが膨らんでいく。こんなお嬢様らしからぬ表情を見せてくれるようになったのはいつからだったっけ。
恋人になってからだったかな。そもそも胸虎さんだけの私じゃないってどういう意味でしょうか。だって恋人だもん。私はずっと私ですよ。胸虎さんのことが大好きな私のままです。もう恥ずかしげなくこんなこと言うからな。うん、それは分かっているつもりなんだよ。ただね、雑誌で特集されていろんな人に注目されるようになったでしょ。そしてコスプレ仲間ができて千代さんが遠くに行ってしまった気がしてさ。まあ分かる気がするわ。一緒に絡んどった VTuber さんがさ、なんか事務所に所属してその事務所の内部でいろいろ仲間同士でいわゆるところを見よったらさ、ちょっと一緒にやってきよったその人はどこ行ったんだろうおめえみたいなただ俺がそう感じてしまっているだけ。笑い飛ばされても何らおかしくないような話だ。でもジョンさんは自身の存在を俺に感じさせるため手を取って胸元に抱きしめてくる。大丈夫ですよ胸虎さん、私は遠くになんて行っていませんから。そもそも人気が出たのもお友達ができたのも全部胸虎さんのおかげです。私の背中を押してあそこに連れて行ってくれたのがあなたなんですよ。ああ私の目標は胸虎さんがいなければ絶対に達成できていなかったんですから。背中を押しておきながら遠くへ行ったはひどいと思います。いやいや、遠くに押し込んだ俺みたいな感じになってる。いやそうなのかな。ジョーさんならばいずれ自分一人でもたどり着けたとは思うけど、ああもしかして俺は目標を達成できたジョーさんに嫉妬しているのかな。そのひどい嫉妬心を隠していただいたために寂しいと思い込んでいた。それはあるかもしれない。嫉妬ですか私に。まあムネトラ自身もさ、コンペで自分の作った装飾品を評価してもらいたいっていうのがあるけんか。ジョーさんはさ、自分の目標をいくつも叶えただろ。友達を作ったり、コスプレを満喫したり、親から許可をもぎ取ったり。俺はどうだろうか。もともと仕事のコンペのための新しい着想を得るためにイベントに参加したのだ。ジョーさんのお手伝いをすると決めたのもコンペのため。だけど俺は未だに自分のその目標を達成できないでいる。今だって次のコンペに出すデザイン案すらまだ完成していない始末だ。あの胸虎さん、私の胸をお貸ししましょうか。なんか俺が捉えたらちょっといやらしい意味に聞こえてくるな揉みたいおっぱいがないなら私のおっぱいでどうですかみたいな感じになってるはぁ、握られた手に少しだけ力が込められた。胸元で抱きしめられてることもあって手の甲に柔らかな感触が伝わってくる。確信犯。ちょっと待って、どうしてそんな話になったの。胸虎さんがお辛そうに見えたもので大丈夫、おっぱいも持ってこういうことを言うんかな。ですから抱きしめて癒して差し上げようと思ったの自分の体の使い方分かってるな。うっ、正直かなり控える提案だねそれ欲求に素直になるな、お前も。悩みなんてどうでもよくなるぐらいに今の俺の心は揺れてしまっている。でもさすがに遠慮しておくよ。誰が見てるかも分からない場所だし、こんなことで甘えるのはちょっとね。そうなのですか。ではお部屋に戻って二人きりになってからですね。お願いします。やってんのか、二人きりの時はバッチリやってんのか。お前ら誘惑には勝てなかったよ。そうがっくりとおなだれる俺を見て千代さんは楽しそうにクスクスと忍び笑いを漏らす。実は胸虎さんに相談したいことがあったんでした。
そこで急に思い出したかのようにチヨさんが声を上げた。俺にコスプレのことかな。いえ、両親のことです。実は最近になって、いつ恋人を紹介してくれるのかって言われるようになっていまして。へえ。え、一瞬チヨさんの言葉の意味が理解できなかった。だけどすぐに飲み込むことができて、俺は驚愕の表情でチヨさんを見返してしまう。どうして私に黙って身辺調査的なことをして胸虎さんのことを隠していたようで。怖っ。やべえ、浮気したらすぐにバレるな。安心してください、履いてますよ。恋愛は自由だし、お前が見初めた相手なら問題ないだろうと、お付き合いを反対されているわけではありませんから。ああ、そうなんじゃ。ただ外泊したのが胸虎さんのお部屋だということまで。もう気づいた頃にはそこまで言ってたってことがバレてしまったんやな。ちゃんと筋を通すのが大人じゃないのかなどと言われてしまい。そうなんだ。そうだ、最近はあまり意識なくなっていたけど、千代さんはお嬢様だった。娘が親しくしている男の素性ぐらいは調べもするだろう。そっか、それならちゃんと挨拶に行かないとダメだよな。って言っても、今の俺はうだつの上がらないただの会社員でしかないんだよな。名家であるお月家に挨拶に行くことを考えると、どうしても気遅れしてしまう。せめて次のコンペでいい結果を出して、俺のデザインのアクセサリーでも持参できれば格好もつくけど。胸虎さん、どうかしたんですか。急に黙り込んでしまった俺を見て、千代さんが心配して顔を覗き込んできた。俺はつい、そんな千代さんの体を抱きしめる。ああ、それだ、それだよ千代さん、いいアイデアが浮かんだ。苦しいです。どうしたどうした。ごめん、でもそうだよ。なんでそういう視点を今まで持ってなかったんだ。今まで俺は小手先の技術だけでコンピューターのための作品を提出していた。でも違ったのだ。装飾品、アクセサリーというのは身につける相手がいてこそのものなのだ。コスプレもそうだ。原作のデザインに可能な限り忠実にしているが、千代さんが身につけることを前提に、時にはデザインを変更してもいた。横幅がありすぎて通路ではつけられないものや、重くなりすぎるので長時間つけていられないもの、熱を持ちすぎるものや、硬すぎてちょっとしたことで怪我をしていかねないもの、そんなものを身につける千代さんのためにカスタマイズして、作成していた。なあ千代さん、挨拶に行くの、コンペの結果が出てからにしてもらえないかな。ええ、大丈夫だと思います。でも、どうしたんですか。うん、挨拶に行くときに、俺がデザインしたアクセサリーを持っていきたいんだ。エンゲージリングをデザインしてしようと思っているから。もうなんかさ、挨拶が結婚のところまで行っとう気がするんやけど、もう。装飾品をつける人、調査のことをイメージしてデザインをする。不思議と俺はそれがうまくいくような予感がしていた。なんて言っておいて、コンペに落ちたら恥ずかしいってものじゃないけどね。胸虎さん、私楽しみにしてますね。応援してます。うん、絶対にコンペに受かってみせるよ。悩みが解消して頭の中が急にスッキリしてきた。嫉妬？何それ、美味しいの？寂しい？そんなわけないじゃん。そんな感じで気持ちがどんどんハイになっていく。うわあ、チョさん好きだ。思いの滝を川に向かって思いっきり叫ぶ。チョさんの顔がみるみる真っ赤に染まっていく。その色は夕日に負けないくらい赤く。私も大好きです、胸虎さん。
そして夕焼け以上に眩しく輝いているのだった。そして笑おうとしている。コスプレラブ、というわけでコスプレラブ今回で最終回。あー、何もかももうまくいく、千代さんに対して主人公自身がちょっと遅れているんじゃないかと思うんだけど、それでも主人公自身も今回の出会いで新たな一歩を踏み出せるきっかけを作れたっていうね、今後は繋がっていくような終わり方。ちょっとこの手のゲームにしてはさ、いきなり物語の途中で付き合ったりしてさ、ちょっとこれまでの自分の中の常識とはずれたところがあるんやけど、そこがまた良かったですね。やっぱ温かい終わり方するなと思っとったわ。ちょっと物作りに対しての情熱っていうんがさ、自分の活動に対しての情熱っていうんがちょっと見返せるような話でした。よかった、こういう作品があるから、こういうちょっとエチエチなゲームもね、たまにはいいと思うんですよ皆さん。このゲームこれからも発掘していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。俺のことをチャンネル登録していたら、そういうのがだんだん紹介できるかと思うのでおすすめです、皆さん。というわけで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。おつけい。